会議を開きますこの際一言ご挨拶を申し上げますこの度国土交通委員長に就任いたしました中根和之でございます国土交通行政は後半かつ多岐にわたりいずれも国民の暮らしや日々の安全に密接に関わっております我が国を取り巻く社会情勢が変化している中にあって現下の諸課題に取り組み新たな時代に応える 国土交通政策を実現することは、我が国が真に豊かで安全安心な社会を築くために必要であり、本委員会に課せられた使命は誠に重大であります。委員長に就任するにあたり、その職責の重さを痛感するとともに、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でございますので、委員各位のご指導、 ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。これより、理事の御選を行います、理事の委員数は、議院運営委員会の決定の基準のとおり、その数を8名とし、選例により委員長において指名するにご異議ありませんか。 ご異議なしと認めます。よって、そのように消しました。え、それでは理事に佐々木はじめ君。谷公一君。土井徹君。嫌な和雄君。木井隆君,君。小宮山康子君。市村公一郎君。伊藤渉君。を指名いたします。え、この際報告いたします。 今国会、本委員会に参考・送付されました地方自治法第99条の規定に基づく意見書は、お手元に配布いたしましたとおり、新たな離党振興法に関する意見書ほか、70件であります。念のため、ご報告いたします。次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 国土交通行政の基本施策に関する件、国土計画、土地及び水資源に関する件、都市計画、建築及び地域整備に関する件、河川、道路、港湾及び住宅に関する件、陸運、海運、幸運及び観光に関する件、北海道開発に関する件、気象及び海上保安に関する件、以上の 各県につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんかご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、閉会中審査案件が不託になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず、閉会中審査におきまして、 参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように消しました。次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、 議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、人選等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか、異議ご異議なしと認めまますよよっててそのようにに決しししたた本日はこれにて散会いたします。